トークトゥートーン。ブランドコンセプトは素肌整う、綺麗育むです。角質層にもともと備わっている潤う力やバリア機能に着目し、一人一人が持つ肌の個性を引き出すことを目指しました。トークトゥートーンはタッチとクオリティを合わせた言葉で、トゥートーンは調子を整えるという意味があります。肌に触れることでスキンケアが価値のある豊かな時間になるよう願いを込めて名付けました。トークトゥートーンのラインナップは、洗う、潤す、整えるの簡単3ステップです。それでは各アイテムについて説明します。1つ目のステップは洗うこと。シュガーソープとクリームウォッシュの2品です。美容成分を含んだたっぷりの濃密泡で摩擦をなくし、角質層を守りながら洗います。きめ細かくもっちり泡の秘密は、天然由来の2つの多糖体です。まずはシュガーソープです。洗い上がりすっきり、バクネリ石鹸です。ニキビや肌荒れを防ぎ、滑らかな肌に導きます。油っぽさや肌のザラつきが気になる方におすすめです。3種の発酵エキスを配合しており、肌のザラつきをケアし、滑らかな肌へと導きます。次はクリームウォッシュです。洗い上がりしっとり、毛穴すっきりな洗顔フォームです。その理由は、洗浄成分が石鹸系とアミノ酸系がベースとなっているからです。肌荒れを防ぎ、透明感のある肌に導きます。毛穴の汚れが気になる方におすすめです。3種の天然由来のクレイを配合しており、毛穴の汚れを優しく吸着し、しっとりと洗い上げます。それぞれの使用量はシュガーソープ適量、クリームウォッシュは1から2センチとなっており、どちらも泡立てパフで泡立ててお使いください。2つ目のステップは潤すこと。ナノバブルローション2種類です。お客様がスキンケアで最も重要視しているアイテム1位は化粧水です。お客様がスキンケアを選ぶ基準の1位は、自分の肌に合っているかどうかです。自分の肌に合っているかどうかの判断基準は、肌なじみの良さや肌がしっとりするかどうかです。つまりお客様は化粧品を選ぶ際、肌なじみが良く高保湿なものを求めているのです。そこでナノバブルローションは、肌なじみの良さや浸透感を追求し、ナノバブルが発生する特殊な容器を採用しました。洗顔後の無防備な肌に、潤い成分の糖とミネラルを深く浸透させることを目指しました。ナノバブルとは、直径1マイクロメートル、0.001 ミリメートル未満の目に見えない超微細な気泡です。毛穴よりも圧倒的に小さく、保湿成分を角質層の隅々まで浸透させることができます。ボトルを上下に30回振ると、目に見えない超微細なナノバブルが大量に発生し、心地よい浸透感を生み出します。またナノバブルローションには、共通成分として美肌菌に着目した2つの糖由来の成分を配合しました。保湿力の高い糖とアミノ酸も共通成分として配合されています。さっぱりタイプのナノバブルバランシングローションです。浸透感高く、程よい保湿感で、サラッとしたテクスチャーが特徴です。毛穴が気になる肌に潤いを与え、皮脂バランスを整えます。2つの植物エキスが毛穴の気になる肌に潤いを与えて、皮脂のバランスを整えます。しっとりタイプのナノバブルモイスチュアローションです。化粧水と美容液の融合を目指したリッチなとろみのあるテクスチャーで、乾燥やかさつきが気になる肌に潤いを与えます。しっとりには厳選した3つの糖を配合することにより、とろみのあるテクスチャーを生み出し、保湿力を高めました。バランシングローションはスプレータイプとなっており、使用量の目安は7から10プッシュです。
モイスチュアローションはポンプタイプになっており、使用量の目安は2から3プッシュです。どちらも数回に分けて重ね付けすることをお勧めします。付け替え用ボトルのレフィルもご用意しています。3つ目のステップは整えること。クリムジョンです。この1年で使用回数が増えた保湿アイテムの分析結果です。乳液は年々減少傾向にあり、オールインワンアイテムは30代から40代ではケアが足りているのか不安、浸透感、効果が物足りないという理由から大幅に減少傾向となっています。また、アイテム数、ライン使いについてのアンケート調査では、最も多い回答が必要最低限の化粧品だけを使うようにしている。次に多い回答ができるだけ一つのブランドやラインで揃えているでした。今、保湿アイテムに求められているのは、オールインワンでは物足りないけれど、少ないアイテムできちんとケアしたいというお客様の欲張りな願いを叶えるもの。需要が高いクリームと美容液を融合したようなアイテムを目指しました。そこで新たに誕生した保湿ケアアイテムがクリムジョンです。エマルジョンとクリームを融合したようなテクスチャーであることからクリムジョンと名付けました。角質層を守り整えるクリームのような保湿液で目指したのは潤いバリアとエイジングケアの両立です。しっとりとコクのあるクリームに近い保湿感でありながらベタつきがなく肌なじみの良いテクスチャーです。角質層に存在する人型セラミドをはじめサトウキビ由来のスクワランで潤いバリアをサポートします。またリンゴ果実培養細胞エキスが肌の環境を整えます。潤いバリアとエイジングケアの両立を目指しました。クリムジョンの使用量の目安は1から2プッシュです。乾燥している部分には重ね付けすることをお勧めします。トークトゥートーンは肌質や好みのテクスチャーによって選べるさっぱりラインとしっとりラインの2ラインをご用意しました。トークトゥートーンはまだ知らない自分に出会うためのスキンケアブランドです。